ロシター効果、またはロシターマクローリン効果とは、食連星の晩星や太陽系外惑星が恒星面通過を起こす際に、主恒星の光のドップラーシフトに一時的な変化が起きる現象のことである。天文学者ロシター及びマクローリンに由来した名称の効果である。恒星の時点により、恒星からの光は異なったドップラーシフトを持つ、光を合成したものになっている。 そのため、番星によって、光が一部分だけが遮られると、ドップラーシフトの平均値には変化が生じる。なお、上図では観測者は、下方から恒星を眺めており、番星の軌道は、巡行軌道を仮定している。恒星が自転をしている場合、観測される恒星面の半分は手前に近づいてくるように見え、残り半分は奥に逃げていくように見える。この動きによって、 それぞれの面が発する光は相違なる方向にドップラーシフトを起こす。通常は地球から遠く離れた構成のそれぞれの半球を個別に観測することはできないため、このドップラーシフトはスペクトル中の吸収線や気線が本来より幅広くなるという形で観測される。巡航軌道の番星が主星の構成面を通過する場合は、 まず手前に近づいてくる側の半円の一部が覆い隠される。これは青型変異を起こした構成の光のみが選択的にブロックされることを意味する。その結果、ドップラーシフトの平均としては赤型よりに変異することになる。番星が構成面の中央に近づくにつれこの効果は次第に弱まるが変異が例になった後は同様のメカニズムによって 次第に青型変異が見られるようになる。そして通過が完全に終了すると、恒星のドップラーシフトは平常に戻る。ロシター効果を観測することで主星の赤道面と番星の光天面のなす角度を推定することができる。また、惑星が逆光軌道を持つ場合は、上の説明とは逆の青型赤型というパターンの変異が起きる。これを利用し、 太陽系外惑星のワスプ -17B やハット P-7B のように逆光交転している惑星が発見されている。ロシター効果の測定からホットジュピターの内有効温度の高い恒星を光転しているものは主星の赤道面と惑星の光転面の角度が大きくなる傾向があることが判明している。そのためロシター効果は ホットジュピターのような惑星の形成機構を探る上でも重要である。ありがとうございます。